今からですね、福岡空港から茨城空港の方へスカイマークを使って帰りたいと思います。そのね、逆バージョンの動画もアップしていますので、ぜひ。福岡には1泊2日ほど滞在しましたけれども、初めてねスカイマークを使って、もしね茨城から福岡、福岡から茨城に利用するね機会があったら、何かのね、参考になればいいかなと思って動画をね回しています。
確かめください。お子様のシートベルトも合わせてお確認ください。小さなお子様は膝の上にしっかりとお抱きください。ということでね、茨城空港に着きました。1時間半かからないぐらいですね。あっという間です。相変わらずね、馬糞の匂いがします。肥料のね袋で到着です。無料なのはありがたいですよね。はい、ということで1泊2日ではあったんですけどもね、だいぶ弾丸な旅になってしまいましたが、茨城空港から福岡空港へ向かい、福岡を観光しまして、ホテル1泊しまして、今ね、福岡空港から茨城空港の方にスカイマークで戻ってきました。今からね、車で帰宅をしまして、早いとこ寝ようかなと思います。近くにはレンタカーとかもねあったりしますね。いろんな観光地やホテル紹介など行っております。 YouTube でねいろいろと動画アップしているので、ぜひ遊びに来てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバイ。